ご参加いただきましてありがとうございます。えー、日立ハイテクで採用担当してます、関口と申します。よろしくお願いいたします。約1時間ですね、えー、ございますが、お付き合いいただければと思います、えー。本日、海外現地法人のサービス支援担当エンジニア、半導体計測、えー、検査装置の技術サポート、茨城東京勤務の説明会、えー、ご参加いただきましてありがとうございます。 本日の流れですけれども、まずは企業の紹介と、その後、担当のですね、一時面接を担当しておりますものから、部門の方から担当が出ておりますので、仕事内容についてご説明させていただければと思います。その後ですね、あのまあ かっちりしたものではなくてですね、実際に業務を行っている方々のまあ座談会形式でのお話もさせていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 えー、では、まず最初に会社の紹介に入りたいと思います。はいえー、私も経験者採用で入社したんですけれども、まず日立ハイテクでの働きやすさみたいなところもちょっとお伝えできればなというところと、えー、本日のセミナー、私も一次面接、今回のポジション、求人のところで参加させていただいているのと、まあ、そこの部署のものからのご説明でさせていただきます。 でこの求人ですね、えー、とても素敵なポジションだなっていうのは、肩入れするのもあれなのかなと思,って思うんですけれども、私は思っておりまして、たくさんの方にこう知っていただいて、ぜひ一緒に働きたいなと、皆さんに思っていただきたくて、ちょっとこのような機会を設けさせていただきました。はい、で、この後いろいろお話があるんですが、ポイントは3つですね、今回の求人、今回のポイントは3つです、ね。えっと、1つはあの、グローバルで活躍できる環境がある、機会があるというところが1つ目。 2つ目があの研修が、まあ、しっかりしているというところと、3、まあ、つ目は働きやすい環境であるというところです。まあ、そういったところをポイントに、会社紹介、業務の説明、まあ、あのト,ークのトークセッション、来た段階のところでもお話できたらなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたしますまず、当社なんですけれども、設立は1947年でございまして、従、えー、業員数でいうと、単独で5300名ほど。 となっておりまして、グループ会社もございまして連結では1万3 0名ほどの規模感でございます。売上の規模としましては23年度3月期ですが6700億程度という形になっております。ネットワークと書いてありますが国内国外合わせて20まあ、国内国外ですね約国と地域26カ国にございます。 成り立ちのところですね、ちょっとお伝えができればというふうに思っておるんですけれども、はいえー、まず最初に1947年にです、ね、日清産業というところが誕生しております。こちらのほうはです、ね、あの前身となる企業ですして、先端産業分野における専門商社。 そして誕生しております。理化学機器ですとか、工業機器、産業機器材料を販売しているというところでございます。そこにですね、日立製作所の。 計測機器の事業と半導体製造装置の事業というところが継承いたしまして、技術制限力と営業力を融合した商社機能とメーカー機能を持った会社として、2001年に誕生したのが日立ハイテクでございます。2020年に日立製作所の100%子会社となりまして、社名も日立ハイテクと変更して、新たなスタートを切っておるというところでございます。 で企業の、我々当社のです、ね、企業ビジョン、ミッションというところを簡単にご説明させていただきたいというふうに思います、えー。ビジョンとしましては、ハイテクプロセスをシンプルにというところと、ミッションでいうと、私たちは最先端分野でお客様の企画と成長をお手伝いしますというところです。えー、説明のところですね、私たちのコア技術を見る、測る、分析するは無駄を減らし、生産性を最大化しますと。 なかなかちょっと日立ハイテクというところでハイテクプロセスをシンプルにというところとよく出てくるところなんですが見る、測る、分析するというところの我々のコアな技術のところですねこちら少し分かりにくいところもあるかと思いますのでこの後少し説明させていただければと思います。 まず、当社の3つの、強みといいますか、ポイントになります。まず1つ目は技術力ですね。ものづくり,にくづくり力によって、優れた製品、サービスを提供していくというところで、特許の保有件数も8000件以上ございまして、技能五輪というところでも国、国内、国際大会、国内大会でも、多くのメダルを獲得する、高い技術力を持っておるというところでございます。はい 次にグローバル営業力、ビジネス担当力というところですが、顧客基盤も2200社ほどございまして、初代の調達先というところで4200社ほどあるところで、ニーズを先取りしたソリューションを提供できるというところです。3つ目ですね、お客さんパートナーとのコラボレーションというところで、調達先1500社ほど、グローバルな開発拠点としては20拠点ほどございまして、強い信頼関係をお客様とパートナーんと結びまして、新たな価値を創出できる。 というところがポイントになってございますここでまた出てくるんですけれども、日立ハイテクのコア技術というところのポイントは、見る、測る、分析するというところになっております。計測分析の技術と半導体製造の技術というところで、ここは活用されているんですけれども、見えないものを見る技術ですとか、分析する技術というところが当社の強み、コアな部分となっております。はい で我々なんですけれども、あの世界的に見ても、あの正当社の製品で高いシェアを持っているものという製品があの多くございまして、えー、特に、えー、計測機器、測調整備のところですとか、d n、H、c 検査というところ、これ、こちらは医療機器、ライフサイエンス製品となるんですけれども、高い、えー、シェアを誇っているというところです。 こちらが何が言いたいかと言いますと、世界中で当社独自の技術力が必要とされているというようなところでございます。こういったところでも世界的にグローバルで活躍できるバックボーンがあるというところは、こういった強い製品力があるというところに裏付けされております。 で我々があが特にメインとしている医療機器の市場と、まあ、半導体の市場というところなんですけれども、どちらの市場もです、ね、今後もかなり伸びていくでしょうというような予想がされている分野でございますと。 いうようなところですで今回のポジションというところも、まあ、こういった背景がございまして、えー、複数名の方にです、ね、ポジションと求人というところを出しておりますという背景がございます。はい、ではで、すね我々の事業分野について、もう少し、まあ、どういった製品、どういった分野で活躍しているか、どういったところに提供させていただいているかというところもお伝えできればと思います。 社会貢献性につながるハイテクハイテクの4事業分野というところです。少し詳しく見ていきたいと思います。はい、まず一つ目ですね、アナリティカルソリューション。こちらはヘルスケアバイオ分野ですね。はい、ヘルスケア領域での新たな価値を提供しているというところでございます。はい、代表的な製品としてしましては、異様分析装置というところですね。 と DNA シーケンサーというところでございます。血液の分析ですとか、そういったところで活躍をしているというところでございます、はい。続いて、ナノテクノロジーソリューションというところです。こちらはですね、あの、半導体製造をするプロセスの加工計測検査ですね。半導体を作る、製造する装置というものを我々は作っている、製品として持っているというところでございます。はい。 こちらも、あの、取引先様としては、あの、半導体メーカーさんが一番大きいかなというところです。はい。続いて、バリューチェーンソリューションというところで、産業の分野あですね、ものづくりの企業様の課題を解決するというところでございます。えー、こちらは、鉄道ですと自動車メーカー、まあ、部品のメーカーさんですとか、そういったものづくりをしていらっしゃる企業様にお納めさせていただいておりますが、えー、自動組み立て装置というようなところで、えー してまあ大量生産に貢献する生産生産効率をアップするという,ようなことをさせていただいております。 最後にコアテクノロジーソリューションというところですが、こちらも解析、分析というところのコア技術を起点に、社会課題に貢献している、解決に貢献しているというところです。代表的な製品としましては、電子顕微鏡ですとか分析装置ですね。はい。こちらは大学ですとか高専、まあ、食品メーカー、製薬メーカーさんというところに導入させていただいているところでございます。 続いて、グローバルな拠点というところでお伝えさせていただくと、基本的には先進国と言われているところには、多く拠点がございまして、現地法人というところが数多くございます。今回はこのグローバルな拠点を支えていく、エンジニアのフォローをしていくポジションというところでございますので、業務内容については後半で詳しくちょっとお伝えできればなというふうに思いますので、グローバルに活躍 でできるる土壌があとといいうところでございますさら、はい、なる成長に向けてというところでございますが、あのコアな技術を持ち、えー、高いシェアを持っている製品もあるんですけれども、まあ、それだけではなくて、そちらを継続強化していくというところと、えー、我々のその見る、測る、分析するという、えー、コアな技術を持ってです、ね、新たな事業を創出するというところで、えーまあ、こういった確定な世の中においても成長できる強い企業に、 である、まあ、なっていいくというとうころが、まあ、我々の企業でございます、はい、ここまでがあ企業のですね、えー、内容、企業の概要、事業概要でございまして、この後はあの一番冒頭にちょっと触れさせていただき、ちょっと働きやすさみたいなところもご説明できればと思います。はい 昨今ですね、働き方ですとか価値観、多様なところが求められているといいますか、必要となっているかなというふうに思いまして、我々ではそのワークとライフのバランスというのはとても大切にしていて、実際に実践もしているというような企業でございます。はい。はい、右側ですが、あの生産性の高い働き方や生産性の向上、 の実現に向けた2020プロジェクトというところで、残業時間外ですね、24時間にしましょうというところと、有給休暇取得も20日、年間でしましょうという,ようなところを目標に動いていると、働きやすい環境を作っていきましょうというところの動きもしております。はい、で実績としましては、21年度、少し以前になるんですけれども、時間外と有給休暇ですね、はい、このような形で取得しておるというところでございます。 また、あですね、あの研修制度、これは全社共通の研修制度というところもしっかりしておりまして、あのー、基本的にこう、えー、年次であるとか牛好きの、そういった自己啓発キャリアというところで、皆さんのこキャリア開発というところも支援させていただいているというところです。 また、あの、福利厚生、まあ、働きやすさみたいなところなんですけれども、あの、コアタイムなしのフレックス制というところも導入しておりますので、フレキシブルタイムというところで、あの、それぞれの環境に合った働きやすさみたいなところも設けているかなというふうに思っております。ロケーションフリーワークというところで、在宅ですとか、あの、出社もそうでない在宅サテライトオフィスというところも含めて、場所を問わず働くことができるというところです。はい。 えまた他にもあの出産育児休暇というところと、まあ、不妊治療休暇というところも取得可能でございます。はい、でまたあの当社、ですね男性育休の取得を推進しておりまして、21年度でいうと、男性育休取得が84%というところで、まあ、高いのかなというふうに思っております。その中でも、おまあ、1ヶ月、2ヶ月長く取る方も多くいらっしゃるというところでございます。はい、はい 以上,以上で、えー、我々のですね会社日立ハイテクというところの会社紹介となります。グローバルセンター1の前原と申します。本日はあのお忙しいところセミナーにご参加いただきましてありがとうございます。えっとここからは我々グローバルセンター1の業務紹介に移りますが、えー、名前の通り グローバルな環境で成長しながら活躍できる、とてもやりがいのある部署になってます。最初に関口さんがすごくいいことを言ってくれましたので、それをです、ね、さらにお伝えできる内容になってればいいなと思いますが、最後までぜひ聞いていただければと思います、はいえっと、今日はこちらにに書かれててていいるようなコンテンテツに沿って説明していきます。 それでは改めまして、自己紹介になりますが、グローバルセンター1の部長代理、務めております、前原と申します。担当業務は半導体の評価装置ですね、これのグローバルサービスのサポートを行ってます。それから、これまで働いた国や地域ですと、国内で3拠点、海外で2拠点があります。 次に会社の概要、組織図になるんですけども、こちら、赤で書かれているカスタマーサクセス統括本部、この中に戦略本部と推進本部というものがありまして、我々グローバルセンター1は推進本部の中に位置づけされています。そしてです、ね、この紺色で書かれている各事業統括本部。 それから、えー、緑色で書かれている、えー、国内外のグループ会社こうと主に、えー、協力して、えー、業務をしています。で、えっ、ー、とカサマーサ作戦統括本部の役割なんですけども、えー、事業統括本部、わ、え、れ、ーまあ、我々のところでは半導体装置関連の事業統括本部ですね。えー、そこと、えー、海外 それか国内のサービス部門と連携して、お客様への提供価値を最大化にするということが役割になってます。で特に装置安定稼働を安全に実現するということと、製品ライフサイクルにおけるサービス提供価値の最大化、こういったものが大きなテーマになってます。 えっと、我々の部長の役割、グローバルセンター1ですね、の役割なんですけども、半導体製造装置や評価装置のグローバルサービスの品質向上、それからフィールド業務高度化になっています。そしてですね、重、えー、点テーマ、えー、3つあります。1つ目が、えー、ワールドワイドの応援体制の強化。えー、2つ目として、えー、開発部門、 との連携強化、そして三つ目として、エンジニアの育成の迅速化、こういったものを掲げながら、カスタマーサクセスの実現に向けて、日々取り組んでいるところです。それではここから実際にグローバルセンター一のエンジニアがどのような仕事をしているか、これをいくつか紹介していきたいと思います。 まず、次世代製品のトレーニングの業務の一例になります。お客様の望むフィールドサポートのワールドワイド標準化、これを目標にエンジニアの技術レベルアップのための製品トレーニングを行っています。っとわれですね、ふ普段から海外のサービス部門と連絡を取り合いながら、エンジニア レベルアップの計画、こういうものを策定しています。そしてですね、えっと、日程調整をしていって、週末に海外からああのエンジニアが移動してきます。で、えっと、月曜日にまずはです、ね、座学講義で原理の理解をしたり、実機と照合して知識の定着をしたりというところから入って、 それからですね、あの受講する、まあ、トレーニングメニュー、いろいろあるんですけども、そのメニューに従って、ハードウェアの組み立てですとか、部品の交換とか、調整とか評価、まあ、そういったものを習得していきます。で、えー、と水曜日ですね、定置代金利になるんですけども、受講者の方と懇親会でリフレッシュをしたり、 親睦を深めたりといいううような過ごしし方もしていますそしてトレーニングの後半になりますと Q&A で疑問点を解決したり最後は理解度テストを行って終了書を発行して終わりというような形になるんですけども人脈も技術もがっちりとなってあとは今度はですね私たちが 海外に出張行ったとき、これを今度、現地で再開して、一緒に作業するっていうようなつながりも出てきますので、これも私たちの仕事の楽しさとか魅力だと思います。次に紹介するのが、出張支援の業務の例になります。開発部門と連携して 最先端顧客に収められた次世代製品の立ち上げ支援というのも重要な業務になってます。ここではアメリカのポートランドの最先端顧客での出張の支援の一例です。最新の装置を扱うことになりますので、出張前に工場で技術習得、それから手順書のレビュー、 などをしっかり行って、万全の準備を整えて、そして出発します。そしてですね、いよいよ初号機の立ち上げサポートとなっていくわけですけれども、これはです、ね、注目度も非常に高いですし、非常にやりがいのある仕事です。それから、現地のエンジニアと一緒に作業を行いますので、 ここで OJT を通して装置を覚えてもらうとまそういったミッションもありますそれから2号機以降ですね、立ち上げは現地で行うというケースもありますのでそういう時きは日本からリモートサポートなどを通して継続的に現地と関わっていくそういうことも可能です それではですね、えー、と滞在期間のある一日っていうことで、次のページ、えー、紹介していきたいと思います。えっとですね、最先端の顧客要求制度はナノレベルっていうことになりますので、非常にチャレンジングな技術課題への取り組みをしてます。 それだけに達成感も人称ですし成長も実感できると思います。それではある1日に移りますがまずホテル出発して毎朝お客様とのデイリーミーティングで当日の作業内容を確認していきます。とこがですねあの。 お客様も最先端のものづくりをしていて、常にギリギリのとこを目指してますので、思うようにお客様の要求が達成できないと、そういったことも起こります。で、そのようなときは、日本との時差もありますので、日本が始まる前に、現地のサービスと協力して調査を行います。 でここで、えー、とできるだけデータを使って正確に情報を伝える、これがものすごく重要になってきます。そしてです、ねえーと、日本が朝になると、早速リモートで開発部門と原因追及、追加調査、こういったものを進めていきます。そ,れからそしてです、ね、その日のうちに原因究明、対策、たどり着くケースもありますし、 このような日を繰り返して、何日もかけて、ようやく課題をクリアしていくということももちろんあります。ただしですね、最後は要求しよう満足して、お客様に感謝の言葉をいただけるということは、最大の喜びですし、大きな達成感、そして成長を実感することができます。 続きまして、教育プログラムの概要になります。これはあの担当製品やそのときの環境によって少し変わってくることもありますが、流れをイメージしていただければと思います。大きく分けて3段階で示しているんですけども、いずれの時期も工場内だけではなくて、現場に出ながら技術を見返えていくことができます。 でまず入社から1年半程度、ここを自己研算機としていますで。製品知識やサービスの基礎技術を習得していって、さらには次世代製品に関わりながらフィールドサポート、これをリズムの中でも習得していきます。その後ですね、4年目くらいまで交流拡大機。 と位置づけてますが開発業務を通してさらなる技術の向上ですとかあとは現場にも頻繁に出て次世代製品のトラブル対応というのも行っていきますそして5年目以降は実践機と書いてるんですけども技術以外に行動レベルとか課題解決能力 こういったものを挙げて、広範囲の業務を行っていきます。次にですね、若手社員に聞いてみましたということで、紹介したいと思います。2022年の11月、大体半年ぐらい前ですね、グローバルセンター1に経験者採用として入社した 法清長さん、中国の国籍の方なんですけども、紹介したいと思います。まず、一つ目の質問で、転職する際に不安はありましたか、それはどのようなところでしたかという質問なんですけども、前職はポンプの設計をしていたので、業界職種が変わると変わるということと、 それから海外のエンジニアと接した経験があまりなかったとっいうことで、えー、やっぱりです、ねえー、と不安はあったようです。で、えっと、2つ目の質問になりますが、入社してみて今はどうですかということなんですけれども、えー、機械や、えー、電気の知識があれば大丈夫だと、それから、えー、海外エンジニアと接する機会もありましたが、えー 積極的に協力してて業務ができている気軽に会話できているということで、うまくコミュニケーションが取れているなということが伺えます。やっぱりこれはです、ね、製品実習で海外から来ているエンジニアと接する機会、これが多かったのが良かったのではないかと思います。3つ目の質問になりますけれども、現在の業務の感想は ということで、装置に関する幅広い知識が必要で、経験蓄積とか応用力も必要だということで、いろいろ課題も見つかってきてますが、上司とか先輩、相談しやすい業務環境で、望んでいるキャリアも形成しつつあると。 ととといいううこでで入社時のイメージと合ってるようです、はい、そして最後、4つ目の質問なんですけれども、入社後のトレーニングの内容はどうですかということについては、OJT や初級のトレーニングを受講して勉強になった。で、現在は振り返りや質問を通して、理解をどんどん深めていると手応えを感じている様子です。 ここでですね、今回、我々 GBC1 でエンジニアを募集しているんですけれども、その背景には、今後5年、10年、半導体市場の急速な伸びというのが予想されています。そして、われわれトップシェアを誇る半導体評価検査装置、これも同様に。 稼働台数の伸びこれを予測してますので将来になっていただくエンジニアの募集を行ってますそれでは募集するエンジニアの求めるスキルになります最先端のお客様を相手に最先端技術に携わってますので失敗はつき,なつきものになってます そのため、失敗を恐れずに挑戦すること、それから一般的な機械や電気の知識を持っていること、そしてですね、いろんな関係部署や海外とのつながりもありますので、コミュニケーション能力というものが求められます。それでこのコミュニケーションについてなんですけれども、 語学はできれば越したことはないんですけども、そこまで重要ではなくて、後からついてきます。それよりも、周囲の人としっかりコミュニケーションをとって、課題に対して前向きに一緒に取り組みしてこれが大切になります。つまりはですね、周囲の人とコミュニケーションを取りながら、 失敗を恐れずに挑戦してみたいそういう方ぜひお待ちしてますこちらですねあの職場と周辺の観光スポットの写真を載せてます本社は東京都港区の虎ノ門ヒルズねの中にあって工場は茨城県の日立中市にあります 工場近郊には、えー、ネモフィラで有名な、えー、日立海浜公園ですとか、えー、日本三名枠の、えー、袋棚崎、また、えー、日本三名園の一つ、偕楽園、この下に広がる千、えー、箱湖、こういった観光スポットも、えー、たくさんありますので、えー、工場に滞在している期間は訪れるチャンスも、えー、あるかと思います。 えっと、こちらが出張中の休日ということなんですけれども、えー、主な出張先としては、えー、中国、台湾、韓国の、えー、アジア圏ですね、それから、えー、ドイツ、アメリカの欧米、それから、えー、シンガポールなどの ASEAN、えー、地域、まあ、こういったところがあ,あります。そしてです、ね、えっと我々の部署の出張ですと、 1>, 1ヶ月ぐらいの出張っていうのも多くありますので、週末にはいろんなところに行って、観光を楽しむっていうこともできると思います。最後になりますが、我々のモットーとして、明るく楽しく元気よくを掲げてます。ですので、もしグローバルセンター1に興味を持っていただいて、将来一緒に働くご縁があれば、 明るく楽しく元気よく一緒に仕事をしたいと思いますそれでは部門の方から説明これで終わりますご静聴ありがとうございました皆さん本日はご参加ありがとうございますグローバルセンター一センター長の阿部です私はこれまで半導体評価装置のですね アフターサービスを担当して、まあ、国内の拠各拠点とかですね、えー、の勤務や、まあ、台湾に5年ぐらいの駐在を経て、まあ、現在に至っています。えー、今はですねコロナ禍となってからですね、えー、自宅のある茨城で、えー、在宅勤務を中心に仕事をしております。えー、本日はどうぞよろしくお願いいたします。あ、中川さんお願いいたします。はい。 はい、グローバルセンター1、就任技師の中川といいます。これまでは私の場合は、半導体製造装置、エッチャーの方のアフターサービスを担当しておりまして、現在は主にそうです、ね、製品サービス事業の改善とか効率化、こういったことの施策の検討を推進しております。で私の場合経歴としましまては働いた 国,国内拠点4拠点ほど、あとは海外ですと、アメリカに5年、シンガポールに5年ほど駐在をしておりました。あとはです、ね、趣味の方はゴルフで、休日は職場の仲間と、東京住んでおりますので、埼玉、千葉、茨城、こういったところでプレーしたりして楽しんでます、はい本日はよろししくお願いいたします。 はい。よろしくお願いいたします。すいません。はい。よろしくお願いします。あの、皆さん非常に硬い感じがしますので、あの、<laughs> <laughs> すいません。はい。あの、はい。あの、ちょっと私の方から質問を振って、 でふふまあ、させていただきますのでちょっと回答いただく形であのいろいろお話しいただければなというふうに思ってます。ちなみにこのまあここにいる余命があの一次面接では基本的にどどなたか誰かがあの参加しているような状態ではございますので、もし応募いただいて進むようなこ進んでいただけるようになればまああのもう一度お会いができるかなというふうに思っておりますし楽しみにしておりまして、えー、あのこの あのお話をしている間にです、ね、もし気になることですとか、聞いてみたいことございましたら、あのチャットのほうで、えー、いただければです、ね、確認してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ではあ、まず最初にちょっと私のほうから、はい、いくつか質問していただきたいなと思いますが、皆さん、ちょっとあのここわ怖そうだなと思われているかもしれませんので <laughs> あの、そんなことはないんだよというところは、あの私は知ってますが、皆さんに、はい、アピールもしていきたいと思います。はいあの 最初はすみません、私がポイントでグローバルの、グローバルで活躍できますよっていうところ、まず1つ目にポイントでちょっと押させていただいたところもあるので、えー、本当のところどうなるのみたいなところをちょっとお伺いしたいなと思いますが、あの出張の頻度ですとか、まあ、駐在、まあ、グローバルで活躍したいなというふうに思われている方、 が、まあ、応募いただくことが多いかなというふうに思ってますので、実際はなかなかそんなことなかったとか、機会がない、チャンスがないっていう方も、あの、まあ、前職ではそういう方が多くいらっしゃったりしたので、まあ、頻度ですとか、まあ、駐在、出張品、出張、えー、駐在の頻度ですとか、まあ、早ければどれくらいからいけますよみたいなお話があれば伺いたいなと思いますが、あ、安倍さんにしましょうか。はい。 えとはいえと、まああの、入社してですね、まずあの装置をうよく覚えて、理解をしていただくっていうところが、まず重要になるんですけれども、まあ、その中でもですね、まあ、早ければもう1年終わる頃にはですね、うんえー、ちょっと、まあ、OJT を兼ねて、海外出張等も入ってくるというような、えー、スケジュールあります。はいでまああのー まあ、そうですね、1年で見ると、えーまあ、そのベテランになった方なんかはですね、大体、まあ、必ず1回、2回は行くと、で1回の出張は大体、えー、1か月ぐらいが多いっていうような状況です。で中にはやっぱり長く行く人もう、その担当装置によってですね、えー、ありまして、えーまあ、やっぱり、えー、3か月フルで行くとかですね。 えー、まあ、年間半分くらいは海外に行ってるっていう方もえいらっしゃいます。はい。また、駐在もですね、えー、まあ、あの、だんだん実績がつ積んでこれたらですね、えー、駐在にも行っていただくっていうことあります。まあ、期間は大体3年から5年ぐらいの期間で駐在をしていただくということになろうかと思います。まあ、人生のうちにですね、あのー、やっぱり、 1回ではなくて、2回、3回というふうな駐在もあるというふうに思っていただければと思います。はい。はいあ。ありがとうございます。あなので、あれですよね、まあ。海外で働きたいとか、そういう工学力を活かしていきたいとか、まあ、チャレンジしていきたいという方にはあの、かなり魅力的なポジションなのかなというふうに。そうですね。はい、はい。必ず機会はありますよっていう、まあお約束、お約束といいますか、あの、できる <laughs>、まあ。それが仕事なのであれですけど、<laughs> できるポジションかなというふうには思っております。 はいではい、あいいですか、ちょっと次もちょっといろいろ質問して、はい、あの語学力、前原さんあの、そんなに必要ないですよみたいな話ありましたけど、<laughs> はいはい、皆さん、本当にあの皆さんはどう,どうだったんでしょうかというところも、はい、実はも,うものすごいもともと語学力あってやってるんですけれどはい、はい、ちょっと。 説得力ないなと思ってるんですけど、語、はいね、学力は、はい、いかがですかとい <laughs>、はい、必,要必要性といいますか、あとはどれくらいあれば、いいんでしょうかというところですが、ちょっと恥ずかしいながらって感じなんですけど、まあ、私も最初の海外駐在したとき、まあ、シンガポールだったんですけど、えー、もうほぼ,ほぼしゃべれないようなあ状態で 出ますでまあ現地で必要に迫られてこう、うん、覚えていくっていう、まあ、パターンなんですけど結構ですねサービスで駐在するとあのそういうパターンの人も案外多いんですよね。でですねあの実際って思ったのはやっぱりあの一般の会話って結構もう幅広くてむず結構難しいんですけど仕事って。 限定されているのであの、通じやすいっていうので、そ,ういうそこを入り口にこうだんだん覚えていって、あとは楽し自分を楽しくしたい、生活を楽しくしたいっていうので、だんだんこう広げていくっていう、まあ、そんな感じで、なんとかやってほしいという、<laughs> まあそんな内容がでは実態なんですね、私のケースは結構でもそういう人いますよ。 きき気持ちというか、があれば大丈夫と言います。もちろんできた方がいい日,いい日はいいですかもちろんできた方がいいんですけど、はい、大丈夫です。あんまり心配しなくていいですね。はいはい、あ、わかりました。はい、ありがとうございます。ちょっと海外の話ばかりですけれども、あとは、海外駐,駐在ですとか、あの、とこの生活ですとか、どんな、あの、まあ、生活様式と言ったらあれですけど、どんなことされてるのかみたいなところのなな、中川さん、ちょっとこのあたりも、駐在のご経験も多くあられるかなと思うんですが。 ははい、はいえー、っとそうですね、え最初、駐在していたのはアメリカにちょっと行ったんですけど、その時にはまあ独身でして、えー、ですので、まあ結構おいろんなあ友達を、ちょっとえーまあ、変なんですし、競合他社のお日本人駐在員とかですね、<ー>えー、そういった方ともちょっとこうお知り合う機会とか、あいろいろあったりして。えー、うん。 まあ結構アメリカでスキーに行ったりとか、いろ<ー>んなラスベガス行ったりとかですね、いろいろみんな友達作ってやってましたね。まあ、独身だったので、好き勝手やってましたけども。でもあれでの方とか、競合の,の方とかお客様とかっていうのもう仲良くな,<あ>なったりっていう。えとそうですね。のエンジニアとかにもお スカイダイビング連れて行ってもらったりとかですね、ゴルフもよくやってましたし、えー、非常にちょっと充実したあの海外生活だったかと思います。はいはい、で、まあ、その後と1回、えーまあ、帰国したんですけども、2回目の時はですね、えー 結婚して1年目ぐらいで、えー、またシンガポールに駐在ということになったんですけども、まあ、いろいろその、もちろん,うん、なんて言います、自分の,その,なんあの生活のタイミングといいますかああ、そういったところも、まあ、会社の方と相談させていただいて、えーまあ、いろんなその駐在のタイミングとかですね。 えー、もしくは駐在してても帰国するときとかはあそういった事情もいろいろ加味してくれたりとかですね、えー、例えばあの小学校の入学とか卒業とかあ、まあ、子どもさんがじ、えー、高校受験になるとかそういったところもお会社のほうはあの非常にこうおちゃんと考えてくれますので、えー、そういったところは安心して、えー、駐在に行けてましたね。 ありがとうございます。ご家族が、まあ、あのご結婚された後も、まあ、安心してと言ったらあれですけれども、ライフイベントに合わせてフォローする体制が、まあ、会社としてもあるというような配慮しているよというところですかねはい、はい、非常に助かりました。ちょっとあの、前半の話だと仕事は本当にしてたのかなという感じになっちゃいます、ね、<laughs> <laughs> 仕事もしっかりされて、<laughs> されてたから仲良くなったということですね。で <laughs> ははい、いか。はい。わかりました。ありがとうございます。はい。 で私の方は、最後にしようかなと思うんですが、えっ、ー、と、まあ、あの、先ほどどういう方あの、募集の要項のところではありましたけれども、まあ、どういったご,ご経験の方っていうんですかね、まあ、あの、他の業界から入れた方とかもいらっしゃると思うんですけれども、えー、どういった経験の方がいらっしゃったり、活躍されていらっしゃいますかというところのご質問ですが、いかがですか、うん、はい。 プロボーンで言うと、はい、難しい質問しちゃいましたか、<ー>私は。ああ、どう、そうですね。ええー、と、まあ、あの、まあ、理系の学校を出てる人がやっぱり多いは多いですけど、あはい、まあ高校卒業の方とか、高専、大卒、まあ、そのへはもういろんな、はい。あのはい 方いますしあとは、まあ、あの先ほど私も言いましたけど、その当時はまさかこう海外の仕事するって思ってないような人とかもいるので、えーまあ、本当にこ、まあ、言葉のとこでもそうですし、まあ、学校の経験よりも入社してから現場で鍛えられてきたっていうような人が、んーなんか多めなのかなとは思いますね。 あ,ありがとうございます。すいません。難しい。難しい。答えにくい質問しちゃったかもしれません。すいません。<laughs> はい。皆さん、いかがですかって言っても、あの、同じ部署なので、同じかもしれませんが、はい。はい。はい。よろしいですかね。はい。ありがとうございます。では、そうですね。あと、こっち、私からのちょっと質問は、はい。 以上にしていきたいなと思いますが、1個質問が来ているので、まあ、ちょっと確認させていただくので、もしあの顔出しでなく喋るだけであればあの、いいよっていう方いらっしゃれば手、手を挙げる機能ですとかあの、全然我々に声を出していただいてもよろしいかなと思います。はい、すいません。ありがとうございます。 一つ目が語学力について、社内で英語を学べる制度、支援などはありますでしょうかというところですが、えっ、ー、と、まあ、人事的なところで、まず回答させていただきますと、あの、の制度がございますよというような、あの、えっ、ー、と、このスライドがあったかと思うんですが、まあ、そこの部分で、えっ、ー、と、まあ、学び放題、まあ e ラ、e ラーニングというか、あの、ものですとか、そういったところで英語っていうところを、えー、何でしょう、学べる制度。 もう自分でこう自己検査ではないですけど、していけるようなものというところはあのございますというところです。はい、語学のところはいかがですか、ほあにグローバルセンター1の方でフォロ,フォローするというか、研修、まあ、受けなさいとかってそういうのもあれですかね、こういうの受けてみたらっていう、社内の制度をこう伝えていくような形ですかね。今あの なんていうか登録していただいている e ラーニングとかは、非常にいろんなことがジャンルでありますので、英語もその中にもちろんありますし、会社が全部お金払ってくれるので、自分では受け放題なので、空き時間といいますか、そういったときに英語の勉強をしたいと思えば、自分で選んで英語の勉強ができるようなところはありますね。 はい、海外出張や駐在を希望していない方には不向きな業務なのでしょうかというところは、ちょっと私のほうから答えてしまうとあ、不向きなのかなというふうには思います。必ず、まあ、あの、発生するところなので、えっ、ー、と、あまり希望してませんよっていうところであれば、あ今回募集ポジションに関しては、ちょっと不向きなのかなというふうに思います。ちょっとマッチがしたいかなというところですね。はい。あとは、えー 結構、こう、技術というか、あの、ところの話があったので、二つありますが、機械系の学部出身でなくても問題ないでしょうかというところと、あとは、あ日立ハイテクの募集する、まあ、サービスエンジニアっていうのは、ま、どう、どういうものを求めてますかみたいなところの話がありましたので、このあたりはいかがでしょうか ま,あまず、機械系の学部出身でも問題ありません。はい。はい、あそういった学部もなくてもて、文系というか、なくてもそうですかね。ですねはい、はい。ありがとうございます。すはい。あの日立入ってくのを報酬するサービスエンジニア。そうですね、サービスエンジニア。はい。というのは。まあ、結構、次世代装置、まあ、今開発している装置ですとか、 まあ、いわゆる最先端の装置を対応していますので、まあ、一般的なその据え付けは、とか、あの、メンテナンスが、こう、できるっていうよりは、よりもうちょっと高度な、えー、なんていうんでしょう、えー、対応ができるようなエンジニアを、まあ、あのー、目標としています。 そういうエンジニアを採用して育てていこうというふうに思っています。はい、まあ、あの、ちょっと具体的に言うのは難しいんですけども、はい。はい。はい、あの、ありがとうございます。何てんで,でしょう、はい、あの、流れ作業っていうか、そういう、えー、決まった作業だけをやるではないような、えー、種職,職うん、エンジニアっていうところでしょうか。ちょっとうまく説明できないですが、はい。はい。ありがとうございます。あれですね、あの、あとは、ちょっと同様のところで、 近い電気のこれ一般的な知識みたいなところがど、どれくらい、どういった経験というか、あの、あればいいんでしょうか,とかどれくらいというか、あの、はい、ありますが、一般、一般的というか。一般的、電気、まあ、直流、交流、<laughs> なんでしょうね。あと、音の法則とかですね。そういったレベルが、まずは分かれば、はい そんなに難しいうん、うん、そところな特別な問題が解けなくても、それを聞いて、あ何を言ってるのかっていうのが分かる、はい、話が分かるっていうぐらいで、はいえー、大丈夫かなと思います。あのはい、実際に設計をするっていうようなあの職種ではありませんので。はい はい、ありがとうございます。理解できればいいかなと、話を聞いて理解できればいいかなと思います。はい、はいあ。ありがとうございます。中川さんも全然しゃべっていただいて。はい、<laughs> はい。あとは、はい、もうすぐちょっと1時間ぐらいになるんですけど、はい。えー、ですねあ。ちょっと別の切り口で言うと、うんうん、茨城県の住み心地はどうですかっていうところもあるので、あの、最初、まあ、今回の求人で言うと、最初は二年間。 二年間っていうのは、まあ、必ず決まってるわけでもないですけど、二年間弱は、えっ、ー、と、茨城の方で、えぇ、ー、まあ、研修 OJT っていうところの、まあ、技術を身につけていただきますっていうところがありましたので、で、その後、まあ、東京ですとか、まあ、海外ですとか、そういったところになりますというところで、茨城県の住み心地はどうですかというところで出てますが、はい。あこれはあの、安倍さんが、茨城に住んでますあの、最高ですっていう感じ。<laughs> あの、<laughs> まあ確かにあの都会と比べてしまうと、ですね、まあ、やっぱりそこの、なんていうしょう、いろんなあのデパートがないだとか、いろんなのはあるとは思うんですけれども、やはり自然も、まあ、海も山もすぐ近いところにもありますし、まあ、とにかく道もあの広くて、ですねまっすぐした道が多いし、うんまあ、非常に住みやすいいい町だなというふうに私は思います。はい そうですね、住めば都です。私も5年住みましたけど、えー、結構良かったなと思いますね。で、まあ、東京にもあの意,外意外とって言ったらあれですけど、そんなに遠くなくて、1時間半ぐらいあればあの都内まで行けますので、はい、だから、まああの、便利は便利かなとは思います。 んとか。はい。しましたが、はい、い,い。いいところだと私は思っています。<laughs> はい、<laughs> はい。えっ、ー、と、すいません。いくつか。環境面のところとかも来て、あ、環境とか処遇のところの話が来てますので、えっ、ー、と、私から、回答しちゃいますね。はい。研修中の待遇はどうですかというところで、量はありますかというところですが、えっ、ー、と、研修中の待遇ですとか、研修中と言っても、あの、特に変わりはない,ないです。あの、普通に採用になって、 でえっ、ー、と、研修中だからというところで、待遇が変わるとかっていうことはないですね。はい。特にはないです。はい。量はありますかというところで、あ社宅とかありますかそうですね。あの、あります。まあ、あの、量、鍵があるので、ちょっと入れるかどうかっていうのはあるんですけど、まあ、量,まあ、量ですとか、あの、規定、規定、まあ、当社の規定があるので、えっ、ー、と、まあ、その、 対象となる方は入力できますし、まあ入できない、入力できない場合は住宅の手当ですとか、まあ、そういったところはございますというところです。はい。まあ、ただ、当社の規定があるので、まあ、そこにあの当てはまる方っていう方になりますかね。はい。時間もちょっとそろそろ1時間となりますので、はい。最後かもう一つかとところですがあ。この辺ですかね。あのー、 関係でえとどれぐらいの人数でやってますかっていうの、はここはですね、われわれ、出張行って、自分たちだけで作業して帰ってくるのではなくて、現地の,あのサービス部もおりますので、現地の人とうち、必ずペアで、大体二人で基本的に作業をえします。イメージはちょっと説明してなかったかなと思いますねあ。すうですね、あのー そうですねサービスエンジニアの方をフォローするというか、現地法人で、えー、とサービスエンジニアとして動いてらっしゃる方というのは、業務をされている方がいらっしゃって、まあ、そこをこう、まあ、フォローするというか形ですよね。で一,緒にまあ、一緒に現地も行くこともあるし、うん、まあどういう対応をするのかというのを、まあ、日本の,のまあ、アイテク本社に確認したりとかというところもあるというところは、まあ、1人でなので行って、やってとっていうことはまずないということですかね。そうですねはい そうですね。全般としては、やはり、まあ、経験、どのような経験がっていうところありますが、うん、あの、まあ、本当に、基本的な、基本的な知識でどこっていう感じですけど、まあ、語学もそうですけど、まあ、グローバル活躍、活躍したい、エンジニアとして活躍したいっていうところがあれば、あの、我々であれば受け入れる体制は整っているというところでございますので、ぜひ、ご応募いただいて、えー、一緒に働ければと思っております。すいません。ちょっと一旦、いろいろ多くいただいておったんですけれども、えっ、ー、と、質問の方は、はい。えー、 以上とさせていただきたいと思います。はい、すいません。はい、阿部さん、前原さん、久川さん、ありがとうございました。え<や>、いこちら<や>こそありがとうございました。いしたはい、本日のお話を聞いていただきまして、改めて応募今回のポジションに応募したいという方がいらっしゃいましたら、ぜひ。 まあ、ぜひ応募していただいて一緒に働きたいなというふうに思っておりますけれども、こちらの QR コードを読み取っていただきまして、まあ、こちらのほうからエントリーいただくという形か、あのエージェント様、あの人材紹介会社さん経由で、えー、と今回、えー、参加いただいている方は、そちらの担当の方にです、ね、あの応募のご意思というところをご連絡いただければと思いますので、えー、ぜひ、 よろしくお願いいたしますぜひですね、あの非常にあの一番冒頭にちょっとお伝えさせていただきましたが、あの魅力的な私はポジションだと思ってますので、ぜひご興味を持たれた方は、ぜひ応募いただければと思います。でまた、機会があればお会い、面接でお会いしてお話ができればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい では本日ですね、改めてになりますが、海外電池法人のサービス支援担当エンジニアの説明会ですね、こちらの説明会に参加いただきまして、ありがとうございました。こちらのほうで終了させていただきたいと思います。